シュシュム。いえ、これだけは伝えておかないと。勇者様がお困りのことも。それは悪魔のせい。私にはノエルの時の記憶も残っているの。王様が倒れたのはきっと悪魔がプリシラ姫を操ったせい。奴は強力な精神力で、妖精族だけでなく心に弱みを持った人間を洗脳できるから。そう、きっと奴のところ。普段は私たちの世界マザーウェルに、たまに人間の世界に行くけれど行き先はわからない。奴が留守の間に私もこっちの世界に。プリシラ姫は妖精世界には来ていないから、きっとこっちの世界のどこかに。勇者様の星の涙という言葉はマザーウェルに咲く花の名前。きっと妖精世界に渡って悪魔と直接対決するのが一番の近道かと。ごめんね、知らないんだ。私も姉様も伝説にも残っていないし。でも多分マザーウェルの物質があれば、マザーウェルの物質はお互いを呼び合い反応するの。力が強ければマザーウェルに戻ろうとする。その力を利用すれば、あるいは過去にも勇者様たちが行き来したってことは、こちらにもマザーウェルの物質がいくつか残されているはず。例えば勇者様の勇者の証。力が弱くなってるけど、確かに元はマザーウェルの物質のはず。メンタルキューブが反応するのがその証。残念だけど、それでは力が足りないわ。マザーウェルに渡るには精神反射率が 0.39 ぐらいは必要なの。勇者様のそれは精神反射率が 0.37 ぐらいしか感じられないの。お嬢さんたちの持っている宝玉もマザーウェルのものね。でも力の方向が逆なの。それは妖精世界から人間世界に来るときに使うもの。もう一つヒントらしきものはあるわ。意味はわからないけど、伝説の中に詩が残っているの。そう、断片的に部分部分しか伝わっていないから意味がわからないの。大いなる父と大いなる母が交わるとき、子はなされ、大地は富み、人は栄える。長い空白があって、天は彼女に新たな記憶を与えるだけでなく、死すべき機会を奪った。一体我々がどれくらい一緒に生きられるかはわからない。いや、誰が知りようか。夜が長く思える時は金色の夢を見る。時間が止まる時はあなたの姿の夢を見る。すべての夢は夜の風に群れ集う。
あなたと再び会えるいつかまで。永遠の別れなど存在しない。人は石になり、光になり、時の川を渡り、そして再び巡り合う。ということは、今はない？それも多分悪魔のせい。プリシラ姫を操って持ち出させたに違いないわ。悪魔は全力で勇者様がマザーウェルに渡るのを妨害するはずだから。私が妖精魔法で何とかします。その代わりマザーウェルに着いたらそのメンタルキューブを姉様に渡してください。